か当て逃げかなんかしたのか、それとも犯罪に使われたのか。今日ふなっしーランドに来るな人もさんも雨降られないように。うちの巣がありますって。おはようございます。うちの団地の商店街にもジェッツの応援の旗がつきました。逆から見るとクボタスピアーズラグビーですね。どんな応援が始まるのかな。船橋のチームですからね、応援しましょう。昨日めでたくふなっしーランドをオープンしましたね。バージョン3リスタートです。開店するとこ見たくて11時に行ったんですけれども、特にセレモニーとかもなかったのかな。ちょっとまあ歩道にいたので僕たちが迷惑かけちゃって申し訳なかったかもしれません。ごめんなさい、はい、でその後ですね、ツイッター見てたらなんか今この時間以降はフリーに入れますって出てたんで、ご飯食べ終わったらじゃあ行ってみようかってことで行きました。そしたら、なしともさんいろいろお会いすることできまして突然ミミちゃん撮影会も始まってしまいましてね、顔出しパネルで写真撮ってもらいましたね。ミミちゃん今日も元気に歩ってるね。すごいね、脇目も触れずに歩ってます。はい、ということでね、と3連休今週も台風の影響でお天気悪そうですが、まあ、合間を見てお散歩連れてってあげたいなと思います。泉重千代さんです。徳之島だよね、あの人は。まあ雨降らないうちに帰りましょう。何かあったのでしょうか。あとおまわりさんが来てレンタカーの車を調べてます。当て逃げかなんかしたのか、それとも犯罪に使われたのか、何なんでしょうね。なんとか雨降らないうちに帰れそうですね。今日ふなっしーランドに来るな人もさんも雨降られないように祈ってます。雨が大したことないので、さくらまでお墓参りに行くことにしました。んかな、いつも夜四つ街道インターの近くのねビッグ A でお花を買っていきます。和子さんが買ってる間にミミちゃんと二人でその辺をちょっとお散歩したいと思います。お墓参り来てます。結構ボルボルとかかな。ちょっと湿気あるんですけれども暑くもなく過ごしやすいです。剣終わってこれから本家とパーさんの永代供養のところと
回ります。ずいぶん赤くなってきてる紅葉。ねえ、こんな草あったのかな。はい、ここは後で来ます。本家のあれ、なんか当選本してるよ。本家の墓をお参りしたいと思います。何なの。蜂の巣がありますって。立ち入らないでください。水はどこで汲んできたらいいんだ。じゃあ向こう後ろか、うん、じゃあ行ってきます。なんか蜂の副所ですか。そうかもしれないね。気をつけてね。雨降ってきちゃいましたよ。帰りましょう。ビルの上だったと思って。なんか帰りは道がめちゃくちゃ混んでたんでね、どうなりますことやら。のんびりご飯でも食べながら帰るかね。うん、結構降ってきた。